はい、やっていきましょうか。皆さんどうもタイガです、今回やっていくのはですね、以前マーマーの動画を出したと思うんですけど、今回もね、そのマーマー応用編、みんな大好きなことやります。みんな大好きなことで、もう初心者でもできることです。マーマーレッドドラゴン、これのね意味をね分かる方、いらっしゃると思います。まあ、じゃあ一応ねこのね説明をしましょうか。マーマンのスキルは臭い水、防具ダウンを入れます相手に。で、防御ダウンを入れると何が起こるかっていうと、まあ、そのままね、相手の防御力が著しく低下するんですけど、どんなことがじゃあ有効になるのかっていうと、まあ、攻撃を与えると与えるダメージが増えるじゃないですか。ただですね、このゲームの仕様ね、一つとして、防御力って、高ければ高いほど、小さいダメージをより軽減するんですよ。要は、例えばですね、わかりやすく言うならば、レッドドラゴンの灼熱は、防御力高い敵に対してはあまり有効じゃないんですよ。はい。で、どういうことが起こるかっていうと、マーマンのスキル臭い水を入れて、レッドドラゴンの灼熱を決めてあげると、相手は死にます。見ててすごいシンプルなんですけど、それで相手は死にます。これ後ろかなりきついんだけど、臭い水を入れたいんだけど、強いよガッツ、ガッツ鬼強いじゃん。何があったお前、あまりにもきつくて相手が大型振ってるからね。今取ったね。じゃあ一回見せましょうか。まあ、これレッドドラゴン当てるだけでも勝てるんですけど、皆さんに見せます。見せてください。まあまあの臭い水入ってからね、いくよ、入って入って、いくよ、ミスね、ミスね、いくよ、灼熱上げ、召喚の灼熱のダメージ、わかりました。やばないですかマジで。今通常攻撃一応2回入れましたけど、多分通常攻撃1回死んでる。臭い水のねダメージも入ったからってのもあるけど、防御ダウンがどれぐらいエグいかっていうのが分かったと思います。あれがマーマンのやばいところ。まあこれ結局触っちゃったからもうマーマン関係なく多分倒せちゃうんですけど、はい、ドン。これがマーマーレッドドラゴンっていう組み合わせのすごい強いところ。めちゃくちゃ強いですよこれ。まあトロールでもできるんですけど、トロールの場合って1体だし、おならで防御弾入んなかったらもう終わりだから1回でね。まあまあ臭い水何回も打つし、遠距離だから防御弾入れやすいんですよね。はい、ありがとうございます。はい、続いてやりましょう2戦目で。さっきのマーマーレッドドラゴンを見て、じゃあこれもしかしてこういうこともできるんじゃないの、マーマンドラゴンライダーとかもできるんじゃないのって思った方いらっしゃると思います。できます。はい、マーマンドラゴンライダーもできます。ただマーマンドラゴンライダーとかドラゴンライダーマーマンっていう固定自体はそんな強くなくて、まあなんでかっていうと、まあ支援すぎる、砦も叩けず、やってることが支援支援すぎてなかなか大変と。なのでおすすめできる固定ではないそれは。ただたまたまね、マーマン固定していて、もしくは、ドラゴンライダーを固定していて、ね、両方、もう片方も引いてしまいました。シャッフルで。は、ありだと思います。もうこれ、壁がいないんで、そこで引いていきます。こういう時も、マーマン出してあげて、防御弾入れると、キュードラも、瞬殺です。これね、わかりました今皆さん、これです。これがやばいんですよ、これがやばいんですよ。まあ多分分かったと思います今ので、やばさがいかにやばいかが。もうやばいってしか言ってないって思うかもしれないけど、本当にそれぐらいやばいんですよ。めちゃめちゃ強くなかったですか。これがマーマーレッドドラゴンっていうパワー、ガチのパワー。ミスターいつ、ああ邪魔だな、アニマジ邪魔だな。これでちょっと誘導するっていう、砦も行くしマーマンにも来るっていうね。もうずっとここでもじり続けて砦殴んないんで。はい、ありがとうございます。はい、レッドドラゴンやドラゴンライダーの灼熱のフレームの多段攻撃はすごい有効と。臭い水防御弾が入ってる時に、それプラス、ブラックドラゴンの隕石、小隕石ですね。小隕石の持続ダメージ。ダメージも有効だし、ブルドラゴンのね、召喚時の水流。あれも有効です。
はい。あ、今ドラゴンライダー引いたな。今のでもよかったな。見せられたな、今の。ちょっとだけシャッフルしてみるか。2発目以降の火力が下がるよっていうスキルじゃなければ有効なんですよ。マクロスのこれは一応ね、2発目以降当たった場合下がるっていうのがあるから、ちょっともったいないんですけど、まあでもね、まあそれなりにダメは出るんですけど、ロボガとかもそうですね。で、あのマーマンスライムが超強いっていう話を前にしたじゃないですか。あのスライムを多段ヒットではないんだけど、多段攻撃みたいなもんでしょっていう、あの複数に分裂してね、バチバチ殴るからっていうのがあって、結果強いんですよね、マーマンスライム。まあまあやるね、マジで。これでもワンパンだしね、こいつ取ったね。まあまあ頑張るね、マジで。これも投げられちゃうけどしょうがないね。そろそろマクロス行ってもいいな、これ。危なっ、あいつ寄ってきやがった、天才かよ。さあマクロス行こうか、そしたら。めんどくさいで足行っちゃう。上の上級者見えてない、見えてないのか。ああ行ったね、 OKOK。これちょっと問題ないな。いつか。おお、逃げた逃げた逃げた。これ無駄にコスト使いたくないからすごい邪魔だな、こいつ。よいしょ、とりあえず倒した、避けた、えらい。ちょっとマーマンを入れられないと、遠すぎて、フォア側。なるほどね。あ、これ倒そう。フォアが倒せるし、それで関係ないし、羽は。いいね、倒した。で、動けないから、どんどんアーケンジャー引っ張れる。ここでマーマン出して、臭い水狙って、あ、でも死んだわ。この辺育ってないわ、あんまり。こうマーマンウォールして、一回止めて、ドン。まだワンパンじゃないもんね。オッケーオッケー、いいよ。ただちょっと時間ないんで、多分勝ちはないですね。これはする、まあしょうがないてか虹ディケイドマジ強いな虹ディケイドマジ強いわ。はい、それではラストやってきます。ラストちょっとね、久々にやったのよ、ワンマンレトラっていう固定を。めちゃめちゃ面白いね。いや、臭い水からのね、スキルドーンやりたいんだわ。で、あの、マーマンって結構やっぱその、倒しに行くのに、まあ、大変と。アラレちゃんとか、このアラレちゃんとかね、あと、マリオネットとかね、あの、有効なキャラ。そういうキャラを、まあ、引ければ、倒せると思うんだけど、そうじゃない時ってやっぱ一方的にチク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 遠距離からやれちゃって、どんどん攻められてきついきついみたいな、状況になり得るんですよね。うん。ちょ、ドラゴンライド探したけど引けなかった。なので、意外とね、相手からね、大型が早めに出てきたりするんですよ。例えば、サタンとか天狗とか切ってきて、あの、一瞬でまあまあまとめてやってやるよみたいなのとかね。もあり得るし、まあそうじゃなかったら、フォア側でもね、遠距離からまあ、取り出前ね、壊されちゃうから、こっちも取り出前壊し返せないとみたいな感じで遠距離からキャラ切ってきたりでも、全然あるし。こういう時も、もうまあまあをね、置いとくんですよね。置いてもここで戦わせとく、これすごい大事。上のラインちょっとめんどくさい、カニ置きますもん。でこれでワンパンじゃん。取った、 OK。 でここもまあまあまあやられちゃうかもしれないけど、臭い水出てくれたら完璧なんだけどな。あ、しょうがないね、これはレドレ行くか、しょうがない。あー、まあ、いや、やっぱ行かない。最後にデッドで行きたい、今回。スキルフン入れて。ダメだ、取られちゃうから。入れるわ。しょうがない。臭い水最後に入ったね、最後に。
あんま意味ないかもしれないけど、最後の最後に入ったわ。カニ。灼熱。一瞬。ケルベ使ってないわ。まあ、使うとこなかった。カニが優勝だった。はい。というわけで、これ完全勝利ですね。いやー、これで、本当はできればね、まあまあのね、もう一回ね、臭い水、ぐわーってね、灼熱でね、溶かすところ見せたかったんですけど、ちょっと難かったね。まだゴブリンが残ってる気がするんで、砦前に置いときましょうか。ゴブリンじゃなくてケルベロス。うん、これで砦取られないんで OK。 20秒あるからね、落ちると思うんで。ケルベも城殴りに行ったね、これね。オッケー、いい感じ。マーマンレードだでございます。てかめっちゃ3倍来るんだけど、今日ボナフィーか。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。マーマンレドラですね。マーマンの臭い水の防護弾を入れて、レッドドラゴンの召喚時の灼熱で焼くと。なんならレッドドラゴンのスキルの灼熱もね、多段攻撃なんで、それもね、大ダメージが与えられると。召喚してスキルでもう相手は終わりみたいなパターンもありますよというわけですね。かなり相性いいです、実際。めちゃめちゃ相性がいい。マーマン固定するなら、選択肢は個人的には3択かなあって、まあ今後ね、マーマンのキャラ強ピグランプリやったらって話なんですけど、3択あります。その内容が、まず1枠前がスライム、マーマンスライムも安定して強いですよね。あられだけ注意、あられとマイマイか。2つ目レードラ、まあレードラが弱くならなかったらだけどね、どこまで弱くなるかによるんだけど、レードラ、レードラの召喚時の剣も多段攻撃なんで、マーマンの臭い水で、まあ、ゴリゴリ削れますというわけですね。で3択目にレッドドラゴン、まあこれはなんか優先順位は別にどれもどれでもいい、まあどれか好きなやつやればいいんじゃないかなっていう感じで、まあレードラも、まあ、レードラは単純に強いからいいんだけど、まあ、スライムね、スライムとかレードラ固定する場合って中型2個体になっちゃうから、多分誰でもできるわけじゃないと思うんですよ。大型がね、育成がねしっかりできてない方は多分できないと思うんですよね。ただまあまあレッドドラゴンだったら片方大型固定してるから、もう1個大型引けばいいって考えれば、まあ引きやすい方かなというわけで、まあ誰でもねやりやすい固定かなとは思います。はい、そんな感じで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。